はようございます。1月4日、今日も最高の一日にします。6時マックに行っていきます。カロリーね。ジム行くときはね、ある程度エネルギーとパワーつくものを食べとかないと重さが持てないで、今日はねコーチングのスクールがあるので、勉強があるのでサクサクっとしかできないけど、でも胸が筋肉するし、やっぱ朝起きてね、もう自分のやることとか自分の中で整えるっていうのは朝の習慣にすごく自分の中で合ってるんで、ぜひ朝は絶対起きた方が、早起きして、行動した方が絶対いいですね。ジム行きます。7時51分今日はランニングと、時間があんまりないので1時間ぐらいしかないので、ランニングと背筋とスクワット、背中と足をちょっとやりたいかなって思いますね。9時24分コーチングスクール行きます。メガネが曇るんですよね。電車乗り込んで9時45分スクール来ました。14時ラーメン食います。終わりました。11時13分です。今家に帰ってます。11時30分、寝ます。今日も最高の一日でした。